ちゃん、後半よろしくお願いします。ちょっと明るくなりました。はい、少し暖かくなってきたかなぐらい、ね、まあ、腕はもうちょっと、はいはい、動けば多分暖かいです。はい、これ今10番ホールになってるんですけど、大会だと15番ホールになります。はい、でパー4でなんと506ヤードとうとう500ヤード超えましたのパー4ですか。はい、今日一番長いですね。長い、まあ、でもパー5だとしたらまあ普通かで後半はなんと、はい、トータル距離が3800になります。3800って普通どれぐらい。3200、2300。600ヤードも長いの普通より。まあ頑張ります。はい、気合い入れて後半も頑張りましょう。今度よろしくお願いします。まあ、距離が長い時の攻略法なんてあったりしますか。無理に乗せようとしない。うーん、まあ、長いと言っても、まあ、絶対届かないホールはもちろんあるんですけど、まあ、このホールとかも絶対届かないんですけど、ね、これ届かない可能性は。いや、打ち上げなんで可能性はないですね。これが打ち下ろしだったらちょっとは可能性が出てくるんですけど、じゃあもう4打目勝負だった。3打目勝負、うん、あのあそうだパー4なんで、そうパー5だと思っちゃってからフッとすぐに、そうスプーンでギリギリ乗るかな乗らないかなっていう時でもなんかこう結局力んでミスショットしたら意味ないので、うん、まあ近くに行けばいいかなって、あとはアプローチで頑張ろうみたいな、なるほど、気持ちで回った方が多分気楽に回れると思います。あとこう、ね、無理に乗せなきゃ乗せなきゃとかもう乗るか乗らないかも分かんないクラブでまんぶりしてみたいな、はい、もでもちょっとは、ね、いい結果にはちょっとつながらないので、じゃあここの無理しない、ちょっと美穂ちゃんのね攻略法をじっくり見てくださいギリギリ残ってた。バンカーには入ってなかった。あのセンターの大きい木までが240ぐらいらしいので、あの木狙いで、まあ、あれよりちょっと右行ったらまあグリーンがあるのかなという。スプーンですかね。スプーンで、はい、はい、お、いいんじゃない。こんもり木の方に行っている。お、左シュート。あれちょっと見やすそう。グリーン右だからもしかすると狙いづらいかもしれない。あ、そうなんです。私のイメージはあの木よりもちょっと手前にあると思うんですよ、自分のボールが。あ、そう、私奥来てると思うんだけど、あれあ、でも距離的にそうってことか。はい、距離的に240ぐらいあったので、うん、手前にあればそんなに関係ないんじゃないかなと。はい、ちょうど木の手前50。なんか思ってたよりもこの辺が下り傾斜で、うん、下ってた。木の近くに来ちゃいましたね、うん、でも木の枝が邪魔なんで転がします。ピッチングで行けばいい。なんかバンカー入るの嫌なんで。痛い。これは良くないです。はい、みおちゃん、このホールはね、はい、大会では使いません。あ、はい、なので普通に回ってください。気ままに。はい、気ままに。うん。あ、
まあまあ関係ないかな。はい、みほちゃん、はい、ここは実はこのラフあるじゃないですか、左側と右側に、うんうんうん、はい、そこに、キッチンカーが置かれるらしくてです、ね、キッチンカー、そう、なんかあのギャラリープラザ、はい、よくほら大会行くとあるじゃん。ありますね。でそこでなんとですね、キッチンカーが確か左側にあって、うん、はい、こちら側に右側にコラボブーツ、なんかブーツパンね、いろんなグッズが出る感じですかね。そうそうそう、なんとこのコースで行われるというね、大胆だね。かなり広く使える感じなんですね、このギャラリープラザが、うん、よくね、あの入り口のとことかにね、やってるけど、はい、ありますね。なんかコースでやるのがなんかいいですね。じゃあもうすぐ横ではプロが打ってたりそうだ、ね、するんですかね、もしかしたら。そうだね、動線の途中で急にそういうのが出てきて、またもしかしたらご飯食べながらこう打ってるのが見れるみたいな、それもいいな。そんなね、11番ホールになってます。はい、で、みほちゃんセカンド地点がもしかしたら木がかかるかもしれなくて、センターの。そうですね、これはどういうフェードか、フェードかなってちょっと思った距離も割とありそうだし、うん、フェードかな。でもすごくここ私の距離だと、まあ、私の距離だとっていうことじゃないんですけど難しいんですよ。センターに、まあ、木があって左側に打ってきたいんですけど、バンカーがあるんですよ、うん、バンカー、はい、だからもしドライバーを使うとなると結構こう狭いところを狙っていかなきゃいけない、うん、センター行っちゃうと木がゾゾゾゾっちゃうし引っ掛けたバンカーだし、はい、右や右でも狙えないしって感じ、ね、で刻みたいんですけどやっぱ割と距離が残るので、うん、難しいのかなと。あ、でも木越えはあるのかな。木越えは私だったら無理だね。6番かな、風が右から。ちょっと V の字、うん、の隙間に、うん、イメージはあの V の隙間だよ。あ、でも上行ったよ、上行った。全然高さ出てたよ。あ、乗ったよ。かっこいいな。ちょっと高さ正直大丈夫、大丈夫だったね。いい感じよ、意外に落ちない。ナイスパー、ありがとうございます。はい、みほちゃん、はい、今のパター集中してたの。いやー、やっぱりさっきちょっと短いの外してダボにしちゃってるんで、うん、今のは入れときたいなと、うん、切り替えがここでねスポットね断ち切って。で今回のね大会でちょっとね、はい、どんな選手が出るかっていうのを紹介します。それは知りたいところですね。知りたいよね、やっぱ見に来る人たちは、はい、その選手好きって言っていますもんね。応援しに来たいってあります。なんと、はい、キャロウェイといえば、キャロウェイといえば、どうしよう間違ってたらいいですよ。え、りょうくん正解出ます、石川りょうくん出ます。ありがとうございます。はい、でちょっとだんだんできますね、はい、池田プロ、池田優太プロ、はい、片山慎吾プロで去年の賞金王、はい、今平プロ正解、今平プロも来ますということで、かなりね名だたる、そうですよね、もう有名な選手は、はい、たくさん来ます、来られる。それ以外にも海外からねたくさん来るみたいなので、皆さん誰を目当てに来るかはお任せしますが、ぜひ足を運んでください。使わないので、はい、気ままに。わかりました。420ヤードパー4です。おお、持ち玉出たね。ナイスショー。良いです。今良かったね、めっちゃ。はい、使わないホールだけど。良かったです。うん、難しいですね。前上がりで左行きやすいんですけど。うん、あんまり右に狙ってあのバンカー入るのは、うん、まあ、でもバンカーの上ぐらいは狙う、狙っていきたいんですけど、あんまりライが良くないんですよ、ちょっとこう沈んでる感じで。だからちょっとまあピン方向を狙っていって、まあ、ちょっと左、はい、左で転がって乗ればいいかな、はい、
ちょい左、うん、うん、ナイスオン、オッケー。ちょっと思ったよりも溜まっちゃいましたけど、結果は多分結構パターしやすいところだと思います。13番ホールで大会が16番になります、うん、はい、197ヤードパー3になります。桜井さん、このホールの特徴はどういったところですか？まあ見ての通り両サイドバンカーに囲まれてますけど、どちらかといったら左のバンカーが本当に中央よりもっと右にせり出しちゃってるんで、うん、まあ、距離を本当に合わせて、まあ、正面からちゃんとこう真ん中辺に乗せれば、うん、結構バーディーチャンスにはなるかなっていうふうに思いますね。でもこれで硬くなったらもう本当大変ですね。後ろにバンカーあるじゃないですか、はい、あそこに奥のですか、奥の入っちゃう可能性がある、はい、後ろにもだから跳ねられてバンカーに入っちゃうかもしれないね。いやここウッドでそうだよね結構ハードですね、ニモ、うん、ちゃんは、まあ、私は変わらず花道からコロ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 いきますか花道コロコロ戦略でで行こうかなと思います。ダイレクトも狙わない、はい、ちょっと手前から、はい、ピン奥になるんですかね。今日は2ヤード奥、うん、奥だと、まあ、ちょっと狙っていってもいいかなぐらい、はい、でもフォローなんで止まんないと思うんですよね。止まんないね、ちょっとまだ決まってないちょっとピンまでは200あるんですけど、フォローを見て21度で打っていきたいと思います、はい、花道狙い、まあ、はい、バンカーの右端ぐらいを狙おうかなと。左バンカーの右端、左バンカーの右端、はい、いいじゃない、超えろ、より下がってるんですけど超えろ、あー、ちょっと1ヤードすっごい絶妙なとこに落ちましたね。今日それ2回目だねまあちょっとギリギリの分番手を持ってたので、うん、あっちの方向に行ったらしょうがない、しょうがない、もうちょっと右だと多分超えてるんですね。右だと超えてたよね、はい、難しいコースですね、はい、やっぱりこういう時にやっぱキャリーが出る番手で打てるっていうのはいいですよね。男子プロだと今の何番アイアンで打つのかな、200とかだったら。でもなんかミドルアイアンとかじゃないんですかね、5とか6とか、7とか、6とか、そう、7とかこんな感じそうでしょ、おかしいよ、6、7、マジ海斗くんそんなもんだよ。そうですね、なんか150ヤードよく戦ったの同じそうだよね、右行きすぎたら次狙えない狙えないですか？よっぽどナイスショットじゃないとグリーンが右なんで、ここは大会で使いません。打ち上げ入れて220、すごい硬かったね今の音が。
はい、みほちゃん、当日券の入手方法についてご案内します、はい、お願いします。クラブハウス前練習場にてご購入できます。なんとここに来てからだから買えるんですね、当日券は。千葉ニュータウン中央駅からシャトルバスが随時運行してますので、はい、それに乗って来てください。あの駐車場とか結構ねパンパンになっちゃうと思うんで、うん、皆さん多分それを利用した方がいいと思います、はい、で放送日の案内は、はい、フジテレビ系全国ネットで放送予定です。5月11日土曜日14時35分から15時50分、5月12日日曜日16時5分から17時35分はい、はい、になりますので、ぜひあの来れない方はテレビ放映もやってますので見てください。で今日のみほちゃんのね18ホールがきっと、はい、あの見てる方もさらに面白くなるんじゃないかなとこあこのホールだ見比べてね、はい、プロと見比べられるのはちょっとこのホールみほちゃんバーディーだったけどプロはどうかなみたいなみほちゃんの戦略はこうだけど、はい、プロはどうかなみたいな、ちょっとそういう違いもね楽しんでいただけたらと思います、うん、皆さん、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。お願いします。次回の動画も楽しみにしててください。バイバーイ。